シュンと日本語ポッドキャスト135、初心者 beginners 元気1 level、 ラテン文化 Latin culture。 どうも皆さんこんにちは、日本語教師のシュンです。元気ですか？今日はラテン文化について話したいと思います。私は最近本当にラテン文化にハマっています。ラテン文化のすべてが好きですね。私は4年前に南米にバックパックの旅行をしに行きました。南米のほとんどの国に行きました。まずは南米の自然は本当に綺麗でした。南米は山がたくさんあります。本当に見たことがないような自然がたくさんあって感動しましたね。あとは南米。ラテンの雰囲気も好きですね。街の雰囲気に、レストランの雰囲気、人の雰囲気、全部が幸せでのんびりした雰囲気で大好きです。人も本当にフレンドリーで素敵でしたね。旅行をしている時もとてもフレンドリーで優しい人にたくさん会いました。ラテンの人と日本人と違います。でもいい意味で違うと思います。私にとって日本の文化よりラテンの文化の方が生活しやすいと感じました。もちろん日本の文化も素晴らしいです。でも個人的に私はラテンの方が生活がしやすいと思いました。スペイン語もそのラテンの雰囲気に合った言葉だと思います。音楽みたいな綺麗な言葉ですよね。だから私も今スペイン語を勉強しています。スペイン語は勉強していて楽しいですね。そして南米に行った時に初めてバチャータやサルサのダンスを見ました。そして少し簡単なステップを教えてもらいました。本当に楽しかったですね。その時から全然サルサをしていませんでしたが、また1週間に1回クラスを取り始めました。サルサの音楽も本当にいいですよね。まだサルサはとても下手です。でも楽しいですね。早くもっと上手になりたいです。そして南米で飲んでいたマテ茶も今飲み始めました。まあここでマテ茶を飲み始めることができてとても嬉しいです。マテ茶を飲むといつも南米を思い出すことができます。ラテン文化は正直旅行するまで全然わかりませんでした。でも南米に旅行をしていろいろな南米の人に会って友達になって本当に好きになりました。もっといろいろな友達を作ってラテン文化を知りたいと思います。にハマる、 to be into something。
南米 South America 感動する To be moved 幸せ Happy のんびりする To be relaxed いい意味で In a good way 個人的に Personally 合う To match 言葉 Language or words 思い出す To recall 正直 Honestly はい、今日はラテン文化について話しました。どうでしたか？皆さんはラテン文化についてどう思いますか？皆さんも私みたいにハマっていることがありますか？よかったら YouTube のコメントで教えてください。では皆さんまた次のエピソードで会いましょう。 Thank you so much for listening. Be sure to hit the subscribe button for more Japanese podcasts for beginners. Transcript is now available on my Patreon page. The link is in the description. Thank you very much for your support.